こんにちは。お久しぶりです。このね、10月なのにこの暑さね、びっくりしますね。今日はね、後ろ3台に用意してます。今日フォルクスワーゲンのね、比較やっていこうと思ってます。T クロス、 T ロックで、ティグワン、フォルクスワーゲンのいわゆる、SUV の3台の比較ですね。これやっていこうと思ってます。はい。サイズ感としては、外から分かる感じでは、T クロスが一番小さいで、 T ロックが真ん中ですね。サイズ感で、 T ワン、これが一番大きいと。で、この上に前、トゥアレグっていうのがあったんですけど、それはもう今なくなってるみたいなんで、今の中ではこの一番左のね、このティグワンがバーゲンの方で一番大きな SUV と言えるんじゃないでしょうか。で、一番右のこの T クロス、これからご案内していこうと思います。まずね、サイズ、これ比較出してもらっていいですか。表、なんか小表というか、今サイズ出てますけどね、見てもらったら一番 T クロスが小さいですね。はい。一番小回りも利くし、運転もしやすいという風な一台になっております。でね、一応これグレードファーストっていうグレードです。いわゆる特別仕様車、一番この車が出たばっかりの時に、作られたファーストっていうね、いろいろ安全機能とか、こういう風な、そういう街乗りをするにあたって必要な装備が、一通り全部ついてますよという風なものです。そういう風なのが全部詰まったファーストっていうグレードになります。で、一応ね、前もこれ、コーナーセンサー、この辺ですね、このとこしっかりついてます。で、後ろなんですけども、デザインいいですよね。こういうこの一本のね、テールライトっていうか、テールデザインですね。これ今流行りです。国産でも増えてますし、ポルシェのマカンとかも全部こんなになってますし、カイエンとかね、全部こういう風につながってる。これがデザインではあるんですけども、これ T ロッカー、 T クロスの場合はテールここだけです。光るんは、実はここ光るっぽい感じになってますけど、これ実は光らないです。反射するための、デザインなんかな。ここは光らないですっていうのが実はワンポイント。あとトランク結構広いんですよ。で、後で比較しますけど、T ロックの方がサイズは大きいんですけど、トランクはこっちの方が広いらしいです。 T ロックよりか、これが、一番ちっちゃいコンパクトなんですけど、 T ロックより T クロスの方がトランクは広いと。今スペアタイヤないですからね。で、これは手動ですね。電動ではございません。手動で閉めてください。もちろんバックカメラなんかもついてます。結構中はシンプルなんですよね。で、これデザインパッケージっていうのをつけると、内装外装若干、カラフルなカラーリングに変わるというふうなオプションも用意してるみたいです。シンプルはシンプルで全然いいんですけどね、というふうな内装になってます。じゃあ運転席見ていきましょうか。僕の中で個人的に流行ってるこのデジタルメーターですね。これいいんですよね。ちょっとじゃあナビつけましょうか。ちょっとこれ、ここにね、メーターにこのナビが映るんですよ。これ結構便利です。だいぶ使い勝手いいです。しかも未使用車です。で、あと、こういう、これはこっちのね、ディスプレイの操作するボタン、これはクルーズコントロールのボタンですね。で、この辺も全部基本的にタッチパネルになってます。新しいのね、これ2020年12月モデルです。ちょうど1年落ちぐらいなんで、この辺も全部最新にもちろんなってますと。
で多分ちょっと今いろいろ見てみたんですけど、ナビはこっちに移せばこっちのメーターのナビは消えます。多分どっちかしか多分無理みたいな設定なのかなと。 T クロスの場合は多分そういう設定になってんのかなというふうに今見てて感じました。はい。であともうこの辺プラスあとこの辺りですね、自動駐車機能とかね、パーキングアシスト、センサー関係音のボタン、アイドリングストップ、この辺も全部ついてますと。でもちろんナビもありますし、バックカメラもこんな形で映りますよと。でもちろん ETC もね、これ見れます。あ、使えます。 ETC も使えます。次じゃあ T ロック紹介していきます。次は T ロックですね。これはちなみにディーゼルです。 TDI っていう、ディーゼルのエンジンになってます。これすごい走りがいいんで、燃費もめちゃくちゃいいですし、うちでも何台か今まで入ってきて全部すぐ売れてしまって、やっとまた入ってきた1台です。まあ、T ロックはね、こういうちょっと明るめの色というかね、派手めのカラーが結構売れるような傾向にありますね。でウインカーがこれのおしゃれなんです。これウインカーがここなんですよ。これ意外とね、街中で見たら結構かっこいいです。後ろはどうなの？後ろも後でじゃあご案内しましょう。これね、ほんでね、コーナーセンサーがないんです。なぜか。それがマジで謎です。でもなんかなくなってるんです。見てもらうと、まあ正直別にね、コーナーセンサーなくてもいいっていう方も多いと思いますし、個人的に僕もね、コーナーセンサー必要ないと思ってるんですけども、なぜかなくなってます。それだけね、皆さん購入の際には注意された方がいいかなというふうに思います。まあ、もしかしたら設定があるのかもわからないですけど、うちに入ってる車には一つもなかったです。で後ろはね、ウインカーここです。普通です。シンプルです。ここにね、ワンポイント T ロック、さっきも T クロスです。これの書き方がなんかかっこいいですよね。でこれはここのワーゲンの、これ結構ね、 T ロックとかその皆さん、これどっからこう開けんのみたいなっていう方多いんですけど、このワーゲンのこのボタンっていうか、このエンブレムですね。エンブレムのこの上のところ、これ押してもらう。これで自動で開きます。はい。これ電動です。まあ電動のトランクはだいぶね、使い勝手がいいと紹介何回かしてますけども、このボタンで開閉ができると。結構広感じますね。なんかほらセンサーないでしょまあセンサー別にいりませんけどね、別に。ただあったらあったでっていう方も多いんで、そこは一応注意しておいてください。でこれ形がやっぱりクーペベースなんで、若干こう T クロスと並べて見てもらうと、ここがこうね、下がってますよね。まあいわゆるクーペっぽいスタイルになってます。これで若干ね、やっぱりおしゃれさがちょっとより一層際立つというか、まあ、デザインの違いがここで出てるというところです。今後ろね、倒してみましたけど、どうでしょう。倒したらそんなに変わらないですね、多分ね。あんまり変わらないですね。形状がね、こういうクーペベースなんでっていうところによって、若干容量が減るんじゃないかなというふうなとこですね。まあそんなに変わらないと思います、実際は。あくまでも数値上の話なんで。はいはい、中見てください。後ろ後部座席です。さっきの T クロスはね、結構シンプルですけど、これちょっとこういうね、黄色のラインが入って、若干デザイン性がね、上がってます。でこの T ロックなんですけども、外装のカラーとこのね、と内装のカラーがこれ同じなんです。これが特徴です。こことかこことか、まあ他にもその設定の違いによってあるんかもわからないですけど、
これディーゼルです。ディーゼルね、独特のからの音がしますけども、この音全然気になりません。個人的にはこれはね、これはメーターにこの地図が出ます。でこれとこっちにも地図が出ますっていう風に、どっちでも運転手用で助手席の人も見れるよみたいな形で2画面で、ナビが構成されてるんですよね。これもこれでだいぶいいです。はい、ほんで、まあ、あとさっきこの辺のボタン関係、これはねあまり変わりません。同じような配置になってます。ただやっぱりコーナーセンサーがないので自動駐車機能はないです。パーキングアシスト、これはついてないです。あとエアコン関係と、でもちろん ETC もついてます。でこれはラッキーなのが、この CD-DVD、 これが見られます。結構今国産もそうですけど、外車なんか特に CD も DVD も見られませんよという車がね増えてきてるんで、結構 CD-DVD 持ってまだ見たいよっていう方もいらっしゃるんで、そういう方にはすごいいいんじゃないでしょうか。これはおすすめです。これがね使えるっていうのはいいことですね。ぐらいですかね。バックカメラももちろんついてますし、はい、ブラインドスポット、これもついてます。はい、最後ティグワンですね。黒かっこいいですね。ワーゲンの黒、渋い。コーナーセンサーもちゃんとあります。車格としたらこれが一番上のね車になります。テールデザインはどうでしょうか。これもね多分マイナーチェンジしたんですよね。これマイナーチェンジ前なんですけども、マイナーチェンジしたやつは若干やっぱりデザインが変わって、多分テールもデザインが変わってると思います。この辺はねもちろん電動でリアゲートもついてます。荷室どうですか。これでもこれ倒れるでしょ。多分これで本当。ほらこっちも倒してみましょうか。やっぱりサイズが大きいんでだいぶ違いますね。これはティグアンなんですけども、これもしかしたらアルカンターラかな、素材が違うかね。あ、これテーブルありますね。テーブル付きです。いいですね。飛行機っぽくて新幹線っぽくていいですね。これシートヒーター、リアのリアシートヒーター付きですね。いいですね。はい、こちらティグアになってます。この辺もちょっとスポーティーな感じになってますね、デザインがね。これまあ一応ハイラインです。グレードはハイラインなんで、グレードが上のねグレードになっております。でもちろんさっきと同じようにメーター関係、これも全部ディスプレイが、ディスプレイ式のメーターになってると。でハイラインなんで、まあ、ヒーター関係、シートヒーターなんかもついてますと、まあ、充実装備になってると。であとヘッドアップディスプレイ、これがついてます。これ結構この浮き出る式って珍しいんですよね。でこちら、ETC も使えます。もちろん CD も見れます。結構 CD 見れるとよくないですか、聴けるって。これバックカメラですけども、360度カメラもついてます。この辺がねやっぱりさっきのちょっとやっぱりサイズが大きくなるんで、バックカメラだけじゃなくて360度見えるようなカメラがついてくるというところもね、若干、グレードによって車格の違いによって出てるというところかなと思います。はい、今ちょっとねライトをつけてみました。ライトとウインカーをつけてみました。
これね、好み分かれますよね。どんなんがいいか。個人的には T ロックのこの光型はめちゃかっこいいと思いますね。ちなみに T ロックのロックっていうのはロック、ロックンロールのロックの意味がっていう言葉の意味が使われてるらしいです。揺り動かすというね、そういう風な意味が車の車名に使われていると。ちなみに T クロスはポロ、ワーゲンのポロ、これがベースらしいです。で、 T ロックはね、本当に、街乗りでとか普段使いで いろんなとこでも使えるというか、オールラウンドプレイヤー的な感じの車ですね。で、今年の、ごめんなさい、2020年、去年の7月ぐらいに発売されたモデルなんで、一番形としては新しいかなと。で、デイライトとかね、今流行りのデイライト、昼間でもライトがついてる。とか、ツートーンのカラーのルーフですね。ボディとルーフのカラーが違うと。はい、そんなところです。デザインにもすごい力が入ってる SUV と言えると思います。んで、T クロスと T ロックには四駆の設定がないんですよ。四駆って言ったらもう SUV やったら T クロスしかない。この辺はね、皆さんの好みが分かれるかなと。四駆が欲しい方の場合は T クロスになってしまうっていう部分もあります。はい、後部座席でございます。これがティグワンの後部座席ですね。広さ、大人の男性が乗ってもゆったり乗れる感じです。多分5人乗れますね、余裕でっていうぐらいの広さです。で、こうこれがあるんで、こういう感じでパソコンもできると。これパソコン何をするあれなんやろ。これはあれでしょうね、お菓子とか食べるところです。はい、これ T ロックなんですけども、若干、ティグワンに比べると若干の、でも全然ゆとりありますね。178センチとかの男が座ってこれです。全然ゆとりありますね。ただ大人の男2人ってなるとちょっと、3人ってなるとちょっときついかも。っていうぐらいのサイズ感ですね。4人でちょうど、でやっぱりちょっとクーペベースなんで、こう天井が若干こう下がり気味になってるとっていうのがあるんで、若干こう頭がちょっとね、もうちょいしたら届く、当たるかもっていうような感じはありますけど、言っても全然乗れます。これがね、一応 T クロスですけども、でも T ロックとあんまり変わらないかな、サイズ感は。同じぐらいです。でもこれも全然男男性でも全然乗れますね。むしろ男3人はちょっときついかな。というぐらいでしょうか。はい、ありがとうございました。今日はね、ワーゲンの3台、兄弟車、ワーゲンの中のコンパクト SUV、 これをね、今日紹介させてもらいました。またいろいろ面白い企画をまたいろいろやっていこうと思いますので、引き続きまたよろしくお願いします。はい、